こんにちは、しずる TV です。今回は4月20日にケイトから発売されるリップモンスターの待望の新色とリップモンスターカラートナーを徹底レビューします。パーソナルカラーや既存色との比較など行いますので、ぜひ最後までご覧ください。リップモンスターはつけたての色がそのまま持続する落ちにくさとこなれ感の出るトレンド感をどちらも抑えた大人気のバズリップです。昨年は限定コレクションとして推しの一本が見つかるマイリップモンスターが発売されていましたが、今年はついに待望の新色が発売されるということで、すでに SNS でも話題になっています。そして同日から数量限定で発売されるのは、上から重ねるだけでお手持ちのリップがモンスター化するリップモンスターカラートナーです。お手持ちのリップをニュアンスチェンジしながら、リップモンスター特有の落ちにくさも叶えてくれる、まさにこんな商品欲しかったというようなアイテムになっています。それではまずご紹介するのはリップモンスターの新色です。発売されるカラーは3色、価格は1540円です。15綿雲33000フィートはピンクベージュ系で、パッと顔色を明るくする血色感を演出してくれます。華やかな色合いですが、ベージュやコーラルっぽさを感じることで優しく発色し、肌なじみの良さも両立しています。そしてピンクの中にほんのりほてったような赤みも感じます。一塗りで多幸感をまとうことができるので、まさに春にぴったりの色合いです。可愛らしいフェミニンな印象になりますが、ベージュが混じっているので子供っぽい印象にはなりにくく、誰にでも愛される万人受けなリップです。季節やシーンを問わず使えるので、お仕事メイクからデートや女子会まで万能にお使いいただけますし、年代を問わず幅広い方に使っていただきたいおすすめカラーです。16、100億ヘクタールの境はブラウンベージュ系で、黄みをしっかりと感じるおしゃれカラーです。一塗りで発色が良く、こなれ感が出ます。黄土色っぽい色合いなので、大人のシャレ感を演出できるブラウンカラーです。腕に塗布すると少し暗めに見えましたが、実際に唇に塗布すると想像よりもベージュ感が強く出て、馴染みがよく感じました。ブラウンリップは濃いめ暗め発色のリップが多い印象ですが、こちらのリップは透け感があり、柔らかな発色のおかげで軽さがある仕上がりになりました。今のトレンドに合った抜け感を抑えたアイテムになっていて、年中使えるブラウンリップだと思います。黄みがお得意な方はぜひ抑えてほしいおすすめのブラウンリップです。17、神秘のローズ園はくすみローズ系で、エレガントかつ女性らしい印象の大人ピンクリップです。くすみピンクの中にほんのりパープルを混ぜたような本当に絶妙なニュアンスカラーで、自然にアンニュイな表情を演出してくれます。落ち着きを感じる深みとやや青みも感じるので、肌の透明感をぐっと上げてくれます。サイドが低めでキュートな印象のピンクではないので、特に大人女性からの人気を集めそうなカラーかなと思いました。発色自体はナチュラルで、きつい印象に見えることはなく、つけるだけで美人度を高めてくれます。デイリーで使えるような派手に見えない上品なピンク系リップを探されている方におすすめです。続いてリップモンスターカラートナーをご紹介します。発売されるカラーは数量限定の2色、価格は1650円です。 EX1 苔色モンスターはライトグリーン系で、明るめかつ黄みをしっかりと感じる発色です。単体で腕に塗布すると正直びっくりするような発色ではありますが、このリップの黄みとややくすみがかったミルキーなグリーンがお手持ちのリップを少し黄み寄りに発色させて、おしゃれに見せてくれます。新色にこの EX1 番を重ねると、15番は赤みがまろやかになり、赤ちゃんのようなうぶな唇になりました。ピンクベージュ系リップを重ねるとベージュの色味が強く出る発色になります。16番は黄みに全振りしたまろやかな発色になりました。元から黄みのあるリップに重ねると、さらに黄みを強めてよりこなれ感が出る仕上がりになります。17番は青みが打ち消されて、サイドが低めのピンクベージュになりました。青みを含んだリップだと黄みに若干寄せることができるので、似合わないと思って使わずにいたリップも似合わせることができるかもしれません。EX2 鉄色モンスターはライトグレー系で、曇り空のようなスモーキーな大人カラーです。ライトグリーンの EX1 番とは打って変わって、こちらは本当に鉄のようなサイドが低いグレーカラーです。涼しげな青みをプラスしてくれて、柔らかい印象のままほんのり落ち着きをプラスした発色にしてくれます。新色3色に EX2 番を重ねてみました。新色3色に EX2 番を重ねてみると、15番は赤みや黄みが打ち消されて、冷たさを感じる透明感ピンクになりました。
儚げな雰囲気を演出できてとっても可愛らしかったです。16番は黄身を落ち着かせたサイドが低めのまろやかベージュになりました。黄身のあるリップを使うと着ぐすみしやすいという方でも使いやすい発色になったかなと思います。17番は青みに全振りしたミルキーピンクになりました。あえて血色感をリップから抜いた肌が透けるような透明感を演出することができます。続いてリップモンスターの新色と既存色の比較を行いたいと思います。まずは15綿雲3万3000フィートに似ている既存色は02番、03番、07番、09番です。新色15番が華やかで可愛らしいコーラルピンク、02番がクリアで比較的ニュートラルな王道ピンク、03番が黄身が強く肌なじみのいいピンクベージュ、07番が赤みが強いピンクレッド、09番が黄身を含んだ上品レッドです。今回は赤みやベージュ味のある色で比較してみました。見比べてみると赤とベージュを絶妙バランスで混ぜたのが新色の15番だなと思います。この中からあえて似ている色を探すとすると02番と03番を混ぜたら15番に近い色になりそうです。続いて16、100億ヘクタールの境に似ている既存色は04番、05番、11番、14番です。新色16番がくすみがかった黄身の強いブラウンベージュ、04番が黄身が強めで温かみのあるオレンジブラウン、05番がくすみの強い赤みブラウン、11番がベージュ混じりの柔らかいブラウン、14番がクリアでフレッシュなオレンジです。こちらはブラウンやオレンジ系の色味と比較してみました。見比べると今までリップモンスターでは赤みやオレンジ味の強いブラウンが多かったので、今回の新色の黄身よりブラウンは全く違った仕上がりを楽しめるかなと思います。色の雰囲気で似ているのは11番かなと思いますが、新色の16番の方がもっと黄身が強めに感じました。続いて17、神秘のローズ園に似ている既存色は01番、08番、12番、13番です。新色の17番がくすみがかったまろやかな青みローズピンク、01番がクリアで若干青みを感じるピンクレッド、08番がラメ入りで明るめクリアなパープル、12番がブドウのような深みのあるダークパープル、13番が白みを感じる儚げピンクです。ピンク系カラーで比較してみましたが、見比べると新色はくすみが強いおかげで落ち着いた大人っぽい印象になるなと感じました。この中で似ている色としては12番かなと思いますが、新色は12番ほど暗い仕上がりにならないのでデイリーで使いやすかったです。12番のダークパープルだと深みがありすぎるけど、13番の白身ピンクはなんだかなじまないと思われている方はおそらくドンピシャでハマる色合いでおすすめです。今回は4月20日にケイトから発売されるリップモンスターの待望の新色3色とリップモンスターカラートナー数量限定2色を徹底レビューしました。昨年の限定コレクションマイリップモンスターに引き続き、2024年も私たちコスメ好きをときめかせてくれるような可愛らしいアイテムでした。発売日当日付近はかなり激戦になるかと思いますので、絶対に欲しい方は忘れずにチェックしてみてください。リップモンスターの新色3色、リップモンスターカラートナーの数量限定2色のパーソナルカラー仕分けはこちらです。シズル TV は専門家監修のもと、新作コスメ情報やパーソナルカラー情報をお届けしています。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。